みんなの気になる情報ナビゲート。今回のテーマはこちら、打ち切りになってしまったテレビアニメ作品10選パート4。皆さんは打ち切りになってしまったテレビアニメをご存知でしょうか？テレビアニメが放送され始めてから現在まで多くのアニメが放送されてきましたが、中には様々な都合によって放送が打ち切られてしまった作品があります。突然の打ち切りはある意味バッドエンドの一つと言えるため、熱心なファンにとっては相当なトラウマと裏切りを残すことになってしまいます。そこで今回はこれまでの打ち切りアニメ動画シリーズに引き続き、またさらに打ち切りになってしまったアニメ作品を10選ご紹介させていただきます。今回まずはじめにご紹介するのは、1996年1月から1998年9月までフジテレビ系列で放送されたアニメ、るろうに剣心。幕末に伝説の人斬りと恐れられた日村剣心の人生を描いた和月信弘原作の時代剣劇漫画をアニメ化したるろうに剣心は、当時のジャンプアニメの中では群を抜いて展開が早く、原作を忠実になぞった内容の濃さで人気を得ていました。しかし原作に追いつくほどのハイペースで展開されたアニメはやがてストックがなくなり、途中からはアニメオリジナル展開に移行してしまいます。それが災いしてか視聴率は下がり、さらに当時人気だった裏番組うっちゃんなんちゃんの炎のチャレンジャーにも視聴者を奪われ、予定にあった最終回の放送もできず放送が打ち切られてしまいました。続いてご紹介するのは、1997年7月から1998年7月までフジテレビ系列で放送されたアニメ、烈火の炎。炎を操れる能力を持つ主人公が仲間と共に迫り来る敵たちと戦っていく安西信行原作のローファンタジー格闘漫画をアニメ化した烈火の炎は、土曜日の18時半というアニメとしては良い枠での放送でしたが、平均視聴率は 6% 前後と振るわず、さらに追い打ちをかけるように中盤からは金曜日の16時25分の枠に移動したことで、平均視聴率は 2% 台にまで落ち込みました。また内容もアニメオリジナル展開が多く、最終回も原作ファンからすると納得のいかない終わり方で放送が打ち切られてしまいました。3つ目にご紹介するのは、1995年1月から1996年2月までフジテレビ系列で放送されたアニメ、忍空。史上最強の武術忍空の使い手集団の野望を阻止すべく、少年空助と仲間たちが旅をする桐山浩二原作のバトル漫画をアニメ化した忍空は、原作漫画の連載が始まったのは1993年で、アニメは1995年にスタートします。アニメ化が決定された時には順調に原作も進んでいくことが想定されていたと思います。しかしアニメが始まった年に原作は連載休止となってしまいます。原作者の桐山浩二先生はもともと連載1年ほどで限界を感じていたそうなのですが、そんな本人の意思に反して人気作になり、トントン拍子でアニメ化が決定してしまったため、アニメ放送開始後に原作が連載休止になった時、制作側は内容を水増しして放送をつなぎ止めていたものの、最終的には限界が来てしまい放送が打ち切りとなってしまいました。4つ目にご紹介するのは、2012年10月から2014年3月まで2期にわたって TBS 系列で放送されたアニメ、マギ。創世の魔法使いマギの少年アラジンたちが迷宮を攻略しながら成長していく大高忍原作の冒険ファンタジー漫画をアニメ化したマギは、2014年までに第1期第2期合わせて全50話が放送されるも、その後ぱったりと続編の話題が上がらなくなりました。それもそのはず、実はマギは原作のエピソードストックの都合上もともと2期で終了する予定でアニメ化されていたのです。ということは打ち切りではなさそうですが、コミックは累計発行部数2500万部を超える人気作ともあり、今なお第3期を待ち望むファンが多い本作。しかも原作は2017年に完結しており、第3期の準備は万端です。ではなぜ続編が制作されないのか。一説によると、ファンタジー路線を売りにしていたマギでしたが、第2期から身内の復讐劇や世界変革など、それまでのファンタジー路線を外れたことが関係しており、その結果人気が少しずつ落ちていき、視聴率も低迷したことにより、
事実上の打ち切りとなってしまいました。5つ目にご紹介するのは、2011年4月から2012年9月までテレビ東京系列で放送されたアニメ、スケットダンス。高校の部活動、スケット団のメンバー3人が、生徒たちの悩みやトラブルを解決し、奮闘する姿を描いた。篠原健太原作の学園コメディ漫画をアニメ化したスケットダンスは、スポンサーにエイベックスがついたり、AKB のメンバーが声優で出演したりと、音楽やタイアップに恵まれた作品で、もともとは1年間の放送予定だったそうですが、予定より半年長く放送されました。しかし、アニメグッズの売れ行きや、何よりも DVD の売り上げが非常に少なかったため、DVD の売り上げ確定後、放送が打ち切られてしまいました。6つ目にご紹介するのは、2011年4月から2014年3月までフジテレビ系列で放送されたアニメ、トリコ。美食屋のトリコと料理人の小松が様々な食材を求め冒険を繰り広げる。島袋光俊原作のグルメバトル漫画をアニメ化したトリコは、日曜日の朝9時からの放送枠で、全番組のドラゴンボール回に代わって、3年間放送されたアニメで、初回放送ではワンピースとのコラボレーションエピソードが放送され、高視聴率を獲得することに成功。その後、劇場版も2作制作され、アニメとしての人気を確かなものにしたと思われましたが、1作目はワンピースと同時上映でまずまずの結果を残すも、単独上映となった2作目は、全国170巻以上での上映にもかかわらず、大赤字を出してしまいます。そして肝心のテレビアニメも少しずつ視聴率が低下していき、放送が打ち切られてしまいました。7つ目にご紹介するのは、1991年10月から1992年9月まで TBS 系列で放送されたアニメ、大の大冒険。大ヒットゲーム、ドラゴンクエストの世界観をもとに、オリジナルストーリーを展開した、原作、三条陸、作画、稲田浩二の漫画をアニメ化した大の大冒険は、漫画黄金期の1989年に連載を開始し、ドラクエの世界観を引き継いだ内容も相まって、累計発行部数4700万部を突破する人気作として、連載中にアニメが始まりました。放送枠はゴールデンタイムで好発進。未登場のキャラクターのグッズを出すほどに、アニメグッズの売れ行きも良かったそうです。そんな大の大冒険はもともと1年間の放送予定でしたが、それなりの視聴率を維持していたこともあり、放送期間中に続編が決定。放送を区切ることなく、続編につなげる予定だったそうなのですが、何らかの大人の事情が発生し、続編の話が宙ぶらりん状態になり、放送が打ち切られてしまいました。8つ目にご紹介するのは、1984年10月から1988年2月までフジテレビ系列で放送されたアニメ、北斗の拳。北斗神拳の伝承者ケンシロウが、世紀末世界を支配しようとする美形、ラオウに立ち向かう。原作、武論尊、作画、原哲夫のバトル漫画をアニメ化した北斗の拳は、漫画の人気を受け、原作の連載がスタートした翌年からアニメがスタート。放送期間は休みなく4年間続きましたが、109話までにラオウとの決着までが描かれ、そこで実質の第1期が完結しており、タイトルは110話から北斗の拳2に変更。翌週から始まった第2期も、以降の原作をなぞるストーリーが展開されていましたが、もともとは、ラオウ編までをアニメ化する予定での制作だったのにもかかわらず、想像以上に人気があったため、続編が作られることになったそうです。しかし現実には、ラオウ編をピークに人気と視聴率は下がっていき、放送が打ち切られてしまいました。9つ目にご紹介するのは、2006年10月から2008年2月まで日本テレビ系列で放送されたアニメ、結界誌。結界誌の家系に生まれた中学2年の少年が、様々な存在と戦いを繰り広げる。田辺イエローを原作の和風バトルファンタジー漫画をアニメ化した結界誌は、原作は累計発行部数1200万部を突破するほどの人気作でしたが、アニメ放送初回の視聴率は 6% 前半、その後少しずつ視聴率が上がっていったものの、放送開始1年以降は 4% 台にまで落ち込みます。それから放送枠は深夜に移動したものの、やはりここでも視聴率は伸び悩み、最終的に放送が打ち切られてしまいました。今回最後にご紹介するのは、
1993年10月から1996年6月までテレビ朝日系列で放送されたアニメ、スラムダンク。バスケ初心者のモテない主人公、桜木花道たちによる、井上雄彦原作の熱いバスケ漫画をアニメ化したスラムダンクは、当時から今に至るまで、原作コミックがスポーツ漫画の最高峰として知られており、アニメ化されてからも、その人気を裏付けるかのように高視聴率をマーク。また、アニメグッズの売れ行きも好調だったそうです。しかし放送期間が長くなるにつれ視聴率は下がっていき、極めつけとして、裏番組の筋肉番付に視聴者を取られ、視聴率はさらに低迷していきました。そして視聴率の低迷とは別の理由として、当時、井上雄彦先生と集英社の編集部との間で、スラムダンクの版権をめぐるトラブルがあり、これがこじれた結果、集英社幹部から、だったらもう連載をやめてしまえ、という鶴の一声によって、漫画の連載終了が決定したといういきさつがあり、この影響でアニメも中途半端な形で打ち切りとなってしまったようです。今回は、打ち切りになってしまったテレビアニメ作品10選、パート4。ということでご紹介させていただきました。これまでの動画をまだ見ていないという方は、概要欄に再生リストがありますので、ぜひご覧ください。ということでここまでのナビゲーター、桜舞でした。